よーし、久しぶりに最初からマインクラフトやっていこうか。まあ、まずね、マインクラフトって言ったら木を集めて、そっからね、作業台を作るところから始めていきましょう。やっぱね、作業台がないと何にもできないからね。お、いいね、目の前に木がいっぱいありますね。とりあえず最初はね、この木を集めて、作業台を最初に作っていきましょう。よし、もう作業台いらないじゃん。はい、どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もモッド紹介頑張っていきましょう。ということでですね、今回紹介するモッドはですね、インベントリークラフティングモッドだっけかな、多分そんな感じの名前だったんですけども、このモッドを導入するとですね、なんと、インベントリー画面を開いた時に、すでに作業台みたいな、普通ここ 4×4 なんですけど、なんとね、9×9 マスでね、もう、手元でね、全部作れちゃうっていうね、もうどうやって作ってるのかわかんないけど、もう作業台がいらないというモッドです。はい。以上です。今まで最速で終わったんじゃない？もしかして。というわけでご視聴いただきありがとうございました。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもね、紹介してほしいモッドがあったらぜひコメント欄等書いていただけるとありがたいです。では、また違う動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃねばい。いやー、最速。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。